皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。本日は私がよく使っている、創業融資のトライアングルの中の、ビジョンについてご説明しようかなというふうに思います。で、このビジョンなんですけれども、定義は様々あって、で、あなたのビジョンは何ですかっていうようなことをいろんな人に聞くときに、例えばこういう社会を実現したいだとか、こう世の中を変えていきたいだとか、そういう大きなビジョンを言われる方もいますし、中にはええみたいな、何みたいな、そんなないよっていう人もいます。で、ビジョンを考えるときに、こう僕がいつも言っているのは、この3つ、ビジョンの 3M というふうに僕は名付けてるんですけれども、この3つを考えて、それを組み合わせたりなんかすると、それらしくなるのかなっていうふうに思います。モチベーションについては、こう動機ですよね。どうしてやりたいのかっていう話で、目標っていうとか、目的って言ってもいいのかもしれないですけど、こうどうなりたいのか、将来性どうなりたいのか、で、見通しについては、ちょっとそれをこう将来のことを少しこう一歩引いてみて、この業界がどうなっていくのかっていうような形になります。で、見通しについてはちょっと自分じゃどうすることもできないのでわからないんですけれども、簡単に言うと、その事業がとりあえず必要とされているかどうか、なくならないかどうかっていうのが重要かなっていうふうに思います。で、ビジョンが必要な理由っていうのは、共感をしてもらうことだと僕は思っています。ある種夢のようなことを第三者に言うことによって、なるほど、それやったら協力したいって思う人がいるので、そういう第三者に協力してもらうためには、ビジョンが必要なのかなっていうふうに考えています。で、その第三者の中にもちろんその金融機関が入るっていうふうに思っていただいてもいいのかなと思います。それで、先ほどのここの3つの中で、どれが大切なんやっていう話なんですけれども、圧倒的に創業融資においてはこのモチベーションが大切になっています。例えば創業融資を申し込むときに、創業計画書っていうのを作るんですけれども、それの一番左上に志望の動機っていうのがありますので、なんだかんだ言って、そのあなたができるかどうかとかそういうのは関係なくて、どうしてしたいのかっていう、その理由が創業融資においては一番重要ですね。で、このモチベーションなんですけれども、あまりこう皆さん区分分けしないんですけれども、内と外、この2つに着目してもらったら割とすっきりします。内っていうのは力を試したいだとか、独り立ちしたいだとか、経験を生かしたいだとか、そういうものです。で、外っていうのは、困ってる人を助けたいだとか、こう業界観光がこうお客さんに影響を与えていないだとか、そういう、対お客さんだったり対世間だったりするものかなというふうに思います。で、この2つ、どっちかだけでもいいんですけれども、いいのはどっちも組み合わせたような形かなというふうに思います。そうだな、例えば職人で独立するような人だったら、10年修行してきたんで力を試したいとともに、世の中にはこう工事、壁とか張っちゃうと見えないから、こうずさんな工事がされているっていう
のがあるけれども、まあ、それは自分はしたくない、そういう、こう欠陥工事で困っている人をなくしたいみたいな、外の理由みたいな、まあ、そういうのを組み合わせると、まあ、うまいこと、きれいにいくのかなっていうふうに思います。で、この商業融資のトライアングルの中で、このキャッシュとキャリアっていう、まあ、お金、自己資金と実務経験っていうのは、まあ、すぐには用意できませんが、ビジョンっていうのは割とすぐに考えれば、はい、できましたっていうような形にはなるんですけれども、ただ、それっていうのは、まあ、誰かから、まあ、教えられるようなものだったりとか、与えられるようなものではないので、まあ、ある種あなたの個性でもありますので、なので、こう、何度も何度も考えられるので、まあ、しっくりくるようなものを見つけていただければなっていうふうに思います。事業を始めたりすると、まあ、いろんな人に「これなんで始めたんですか?」っていうようなことをよく聞かれます。まあ、その時に「単に儲けたいからです」って言ったら、まあ誰に、まあ、そりゃそうなんですけれども、まあ、誰にも協力してもらえないので、まあ、もう自分にはこういう、自分の内側の中にはこういう燃える気持ちがあって、でも反面外側にはお客さんとかその第三者にはこういう困ってる人がいて、それを助けたいみたいな、そういうものを言うと必ず協力してもらえる人がいます。なので、まあ、ビジョンは大切にしていただきたいなっていうふうに思います。で、まあ、それだけじゃ、ビジョンだけじゃ、まあ、創業融資っていうのはまあ借りれません。まあ、他にもいろいろな要素があります。なので、まあ、私のブログを見ていただいたりだとか、あとはまあセミナーに参加していただければなというふうに思います。今日はまあここまでです。